3月で行われる WBC 日本代表に選ばれたヌートバー選手。ヌートバー選手は MLB のカージナルスの選手で、カージナルスで主に1番ライトを務め、カージナルスの地区優勝に貢献。この活躍が認められて、初の日系メジャーリーガーとしての日本代表に選出されました。また、選出された際に栗山監督から丁寧なご褒賞を受けたと貢献しているヌートバー選手。今回はそんなヌートバー選手が選出に対する OB の意見をまとめていきたいと思います。岩村、元ヤクルトで4番を打ち、 MLB でもレイズなどで活躍した岩村は、日本にゆかりがある選手は第1号になる、活躍次第では次回以降の WBC でも可能になるだろうし、すごく枠が広がる、そこも見どころだと思いますとコメントしました。中日の黄金期を支えた名ショートで、侍ジャパンのコーチとしての経験もある井端氏は、あの守備範囲よりも上の日本人選手はいないと、ヌートバー選手の守備を高く評価しました。高木豊氏、かつて守備率10割を記録したのにもかかわらず、ゴールデングラブ賞が受賞ができなかった豊氏は、守備については、守備は全然問題ない。任せられる。打撃では、打ち方がめちゃくちゃいい。と大絶賛しました。上原氏、大谷翔平アンチとネットでは言われている上原氏は、カージナルスは非常に強いチームで、その中でレギュラーを張っているのはすごいこと。レベル高い選手だと思いますと太鼓判を押しました。元巨人のエースで MLB ではあのエンゼルスでも3年プレー経験がある久野氏は、ヌートバーの選手をボロクソに非難しました。正直これ必要あるのかなという選手、選手自体としては決して選ばれる選手ではない、肩もそんなに強くない、筒香とあまり変わらないと大批判。これには多くのファンが激怒し大炎上。ヌートバーの OPS を UZR は鈴木誠よりも上、肩はメジャートップクラスに高い、大したデータ見ずに感性だけで話してやばい、都合の王はメジャーワースト1位なのに何言ってんだこいつと逆に批判されました。高橋久野氏は MLB の解説や今後韓国のチームのコーチでも担当することが決まっている中で、この問題発言は多くの波紋を呼びました。タレントで東京フレンドパークで司会も経験している関口氏は、ヌートバーって誰？なんで代表なの？この成績でどうして選ばれたの？と発言して炎上しました。ご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。